服は常に高校時代の赤ジャージ。収入の全てを貢ぎ押す相手は地下アイドルのマイナ。しかしマイナは今日も使用対応。ありがとうございました。でもそんなマイナを愛してる。そう、私は君のために生きてる。マイナが武道館行ってくれたら死んでもいい。2020年放送開始。